JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急北東号函館行きです。停車駅が新札幌、伊丹、千歳、小松原、上りです。東黒田、伊達門、東洋、おしゃば、八雲、森、女公園、新函館号、五稜郭、終着、函館です。
ほしいなと。黒板消しをまた見ることになるなと思わなかったな。屋上に出れるって言ってたから、ここはさすがに行けないよね。これいいなあ。すごい、白鳥大橋がよく見える。素晴らしい。いいですねどうしよう、このままだとなんかもう挨拶の流れになりそうだけど挨拶しようか。はい、シャオランのゲーム事務所チャンネル、シャオランでございます。私今室蘭の地にやってまいりましたね。唐突な室蘭ということでね、前々からちょっと行ってみたいなとはちょっと思ってたんです。室蘭、まあこういった白鳥大橋だったりとか港の景色だったりとか、そういったものをね、見たいのと、まあ、単純にね、海が見えるところにちょっと行きたいなと思ってまして、それで今回ちょっとね、こちら室蘭の方までやってまいりました。宿泊する場所はね、東室蘭の方になるんですけれども、まあね、せっかくこっちまで来たのにね、白鳥大橋を見ないとか、ね、三田良室蘭に行かないとかってことは絶対ありえないので、なので、まあ、ちょっとその観光がてらね、室蘭駅から今歩いて、こっちの方まで、三田良室蘭までやってこようと思ってたんですけど、まあ、実はね、多分あっちの方になるのかな？公園があって、なんか展望台公園みたいなのがあるらしくて、で、そこからいろいろ景色が見えるってことだったんで、あ、じゃあそっち行こうかなって、まず先に。で、ルート的にぐるっと回ることになるんで、それを見てから、三田良室蘭行って、で、室蘭駅の近くにですね、なんか科学館みたいなのがあって、ちょっと面白そうなんで、それも見に行きたいんですよ。で、そう思ってたら、ここ歩いてたら左手ポッて見たら、まあ、学校があって、あ、パッと見、あ、これ廃校かなって思ったら、なんか無料で入れる。グッチーが喜びそうなね、あ、無料っていうところでね、まあ無料はいいんだけど、まあこんなね、ちょっと結構、ちょうど目の前に見えるこれ体育館なんですよ。体育館なんですけど、結構独特じゃないですか。これなんか円形の体育館ってあんまり見たことなくて、で、やっぱりそもそもとしてね、小学校っていうか学校の中に入れるっていう機会ってなかなかないじゃないですか。これはね、やっぱり入ってみたいなと思いまして、入りました。はい。まあ、そんな感じなんでね。ちょっとま、この学校の中は多分動画さ、今見てたかなと思うんですけれども、こんな感じで、まあ、ここから、室蘭の旅、スタートということになりますね。はい。いやでも曇っちゃったんだよな。そこがちょっと残念ですね。
よいしょー。いやー、疲れたー。あー、タバコ匂いするわ。はい、よいしょ。あー、落としちゃった。前やったでしょ。はい、着きましたねー。まるで酔っ払ってるかのような。ホテルルートイン東室蘭駅前に、やってまいりました、シャオランです。はい。ちょっと今ね、本当に、いや、本当に聞いてほしいんだけど、マジで今日、僕ね、まあ、もう誇張なしでもう多分、3、4時間は歩いたと思うんですよね。室蘭駅から、岬の方行って、で、岬の方から、三田村蘭行って、三田村蘭から、今度科学館行って、で、科学館から、室蘭駅行って、つって、たぶん本当に3、4時間多分かなりがっつり歩いたのかなっていう感じでしたね。いや、久方ぶりにこんなに、いつぶりだろう、こんなに歩いたの。本当に。それくらい今日はね、たくさん歩いて、たくさんいろいろ見て、楽しめた一日だったのかなって言うと、なんかこんな話だともうなんか、お前もう帰るのみたいな、いつもの帰宅前の語りみたいな感じになっちゃってるけど、全然まだ帰りませんけどね。まあ、で、とりあえず今日はですね、まあ、室蘭に、来たということで、おそらく2年前かな ?2 年、3年前に、グッチーと一緒に、まあ、道南の方を巡る旅で、来てるんですよね、室蘭は。で、三田良室蘭も行ったし、実際に白鳥大橋なんていうのも実際に渡りましたからね。そう。こんな感じで結構いろいろ見たりとかもしてたので、ただ、室蘭自体をゆっくり見たことはなかったなと思って、あ、じゃあまあ、ちょっといい機会だし、室蘭だったらね、バッと行けるから、じゃあ行ってみようかなということで、まあ、今回ちょっと室蘭に来たということでございます。はい。でね、ここ、東室蘭駅前のホテルルートインでね、本当にもう駅近なので、で、ちょっと行ったらご飯屋さんもあるし、セコマートもね、あったりするんで、立地的にめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。そう。で、なんで今回こんなに私歩いたかと言いますとですね、まあ、バス、道南バスがね、まあ、もちろん通ってるわけですよ。三田良室蘭方面とか、地球岬方面とかもね、いろいろ循環バスとかも通ってるんですけれど、そのね、バスの時間がことごとく合わなくて、マジで。で、根本的にシャオランは、歩ける範囲の距離なら、待ちたくないんですよね。歩いてしまう男なんですよ。だから、1時間くらいだったら、距離が例えばもう1時間歩きますって言っても、ああ、1時間か。1時間くらいは本当に歩いてしまう男なので、まあそれが、歩いてる最初、まあもともと三田良室蘭を最初に行くつもりだったんだけど、あ、なんかこっちに面白そうな岬がある。あ、こっち行こうって言って、そこで方向転換してしまったことが原因で、さらに歩行距離が伸びてしまい、結果として3時間、4時間以上の、お散歩が続いてしまったということでですね、なかなか、でも運動になったんじゃないかな。なかなかね、マシャオランもなかなかお腹が出てる人間なんでね、ポンポコポンなんで。はい。で、今回このお部屋なんですけれども、喫煙ができます。はい。喫煙ができます。喫煙ができます。いやー、嬉しいですね。ちょっともう、今回泊まるのはこういう喫煙ルームにしようと思って。だから入った瞬間にね、タバコ匂いするなーっていうのを話したと思うんですけれども、まあ、間違いなくね、グッチは絶対に、もう、こんな部屋と、こんな部屋ってなるんだけど、ね、この、泊まることができないお部屋でるので、まあ、これは、まあ、ある意味、シャオランの単独旅の特権の一つなのかなと思ったりするんですよね。はい。まあ、別にそんな、なんか、めちゃくちゃその部屋の中で吸いたいと、別にそこまで思ってるわけじゃないんですけど、まあ、どうせならね、もう、ここで吸えるかと、もう、ちょ、みたいな。あ、じゃあ吸いますけど、みたいな。そんな感じですかね。はい。まあ、お部屋の紹介は後回しにして、ね、もう歩いてからもう一度、ちょっとまず一旦ね、大浴場上にあるんで、ちょっと行ってきます。はい。はい、やっぱりお部屋の紹介先に取ります。ここ、まあ、クローゼットですよね。
でこちらがトイレとバスで、ベッドが2つ、エアコン類とかなんか、だから電気とかそういうのが、この辺のネタがたくさんあって。ね、ルートイン、カードキータイプなので、まあ、お部屋入るときもそうだし、手伸ばしてるのに、お部屋入るときもそうだし、お部屋のね、電気とかをつけるときにもカードキーが必要ですということですね。ここテレビあってですね、おそらくこの中に冷蔵庫がやっぱりありますね。冷蔵庫と、ここは、ポットかな？ポットだね。鏡あって、灰皿がありますね。はい、素晴らしいですね。まあちょっと窓は開けるかな、さすがに吸うときは。開かねえか、さすがに開かねえか、無理かな、無理だな。うん。うん。はい。はい、いいですね。今回、あれですね、お部屋の紹介、パッと終わりますね。はい。一応ね、喫煙室自体はね、1階にも、フロントのところにもあるんですけど、やっぱね、吸えるなら、いいかなって。はい。かな。で、あと、朝食、今回、確かね、朝食はね、なんか、もともとなんか勝手にセットでついてくるんじゃなかったかな、これ。うん、セットでついてくるし、多分。うん、だね。で、あとは12階に、大浴場あるんでね。ちょ、これから、本当にこれから入りに行ってくるんで。はい。はい、今飲みから戻ってきました。居酒屋ムロランさんに、はい、行ってきましてですね、まあ、もう今のこのシャオランの喋りの口調からおそらく察してくださる方はいると思うんですけども、もうバリバリ酔っ払っちゃって日本酒も飲んじゃって結構ねもう頭回らない感じなんですけれども、いや、とにかくね、めちゃくちゃ飯がうまかった。本当に全部うまかった。焼き鳥もそうだし、タコザンギとか、あとタコの天ぷらもそうだし、で動画に載せるの忘れちゃったんですけど、卵頼んだんですけど、卵がえぐいくらいうまくて、あれは多分グッチーでも、おー、ショーラン、この卵美味しいねって言ってくれくらい、多分美味しいやつだと。私はね、もう確信しております。あれ美味しいです、マジで。いや、だからね、正直、ムロラン来たら、あそこの居酒屋、じゃあまた行きたいって思うくらいだったんで。いやー、あれはまた食べたいですね、正直ね。いや、よかった。で、まあ、ご飯も食べたっていうことで、まあ、まだ、外は明るいですけど、時刻が、何時だよ、まあ、6時半ということなんで、まあ、あとはちょっとね、お部屋でのんびりしていきたいかなと思います。まあ、多分あとはいつも通り、就職前のお話とね、朝、なんかご飯食べて、そんな感じのいつも通りの動画の締めくくりになるのではないかと、撮影しながら、どう編集しようかと考えているシャオランでございました。はい。
おはようございます。今は朝の5時くらいですね。全然こんな時間に起きるつもりなかったんですけれども、気づいたら起きてしまっていたのでじゃあもういいかな、このまま起きるかということではい、起きちゃいました。多分もう昨日ね、お酒グビグビ飲んだからそのせいなのかなというところですね。はい。まあご覧の通りちょっとね、昨日よりももうちょっと雨降ってたんだね。今は降ってないとは思うんですけれども、ちょっとね天気模様はあれなんですけれども、はい。まあね、今日はというかね、昨日も含めて根室蘭のいろんなもうちょっと起きたてだから頭はないですけどね、まあいろんなもん楽しめてね、美味しいものも食べてね、素晴らしい旅だったんじゃないかなと思います。はい。この後はね、多分この後ちょっとね、もう一回お風呂行って、で、時間になったらご飯食べてって感じですね。はーい。